皆さんこんにちは、岡田克也です。今日8月10日の閣議において、日韓併合100年、そのことを一つのきっかけにして日本政府としての内閣総理大臣談話を閣議決定して出しました。この談話は、賛否両論いろいろあることは承知をしておりますけれども、実は鳩山総理時代からこういうものを出そうという方向性を持って総理と議論を行ってきたもの、そして鳩山総理が菅総理に代わられても、その志は持続し、菅総理もしっかりとリーダーシップを取って、菅総理、戦国官房長官とよくご相談をしながら談話を廃止することにしたものです。いろんな議論があります。誤ってばかりではないかと、こういう議論もあると思います。しかし100年という区切りの年です。そしてよく私申し上げるんですが、やはりいろんなことがあったときに、害を与えた方は忘れがちであるけれども、受けた方は容易には忘れられない。日本にとって100年前の出来事は遠い出来事かもしれませんが、しかし植民地にされ、いわば国を奪われ、そして文化を奪われ、そういった韓国の皆さんから見ればこれは忘れがたいことで、そういう時に実際に併合した側の日本が何も言わない、黙っているということは、私はありえないことだというふうに思っています。そして、私韓国に行った時にも申し上げたわけですが、日本人であることに誇りを持つ、だからこそ同時に我々が同じ目にあった時にどう感じるかということについて、やはり、きちんと思いをいたすべきだというふうに思います。併合された側である、韓国の皆さんのその痛みというものを十分に分かり、そして謝るべきことはしっかり謝る。しかし同時に未来志向で、これから両国で本当の信頼関係を築き上げ、そしてこのアジアの時代を日本と韓国が手を携えてしっかりとリードしていく、そういった考え方で、私はこの談話というのはできているというふうに考えています。謝るべきはしっかり謝り、そして未来志向でこれからの100年日韓関係新たに作り上げていく、その決意の表れでもあるということであります。ぜひこれから日韓関係しっかりと手を携えて作っていきたいというふうに思っています。今日は以上です。